ねえねえ、ニコー。ついさっきお母さんから聞いたわよ。あんた結婚したんだって？うん、つい昨日ね。どうした？姉の私、一言も言ってくれなかったのよ。急に結婚だなんてさすがにびっくりしたじゃない。結婚式にあまり興味ないから、サクッと両家の親だけで顔合わせして席だけ入れちゃったの。どうせお姉ちゃんは私の結婚なんて興味ないでしょ？だから報告しなかっただけだよ。まあ確かにそうね。あんたの結婚なんて全然興味ないわ。だってデブの妹が結婚しようがどうでもいいもの。だよね。お姉ちゃんならそう言うと思ったよ。そのうち予定があったら一応彼のことは紹介するね。あ、そうだ。今年の年末は帰ってくる？私は夫も連れて実家に帰るつもりなんだけど。ああ、年末も今年は無理かな。そこら辺はイベントが多いの。きっと仕事で忙しいと思うのよね。そっか。モデルの仕事は大変だね。っていうか、それよりも確認したいことがあるんだけど、いい？デブの妹が結婚しようがどうでもいいんだけど、ちょっと旦那さんについて気になることがあるのよね。旦那について？お母さんから聞いた話だけど、あんたの旦那って地元がこっちで一緒なんだよね。しかも年上で私と同い年って言うじゃない。うん、そうだね。でも地元っていうか、中学までこっちにいただけみたい。両親のお仕事の都合で東京に引っ越したって聞いてるけど。それって本当？じゃあもしかして中学の時、あんたの旦那、近所の剣道クラブに通ってたりしない？ちょっと待って、隣にいるから聞いてくる。通ってたことあるってさ。でもなんでお姉ちゃんわかったの？私はそんなこと知らなかったのに。同姓同名だしおかしいと思ったのよ。私はあんたの旦那のこと知ってるわ。あんたの旦那、あのデブデブ細工の小錦でしょ？ああ、小錦ってあいつのあだ名ね。すごいデブだったから、相撲の小錦みたいだっていじられていたのよ。ちょっと待って、お姉ちゃんなんで誠さんのこと知ってるの？知り合い？あいつの通っていた剣道クラブに私も通っていたのよ。まあ一年も経たずに辞めちゃったけどね。そうだったの？お姉ちゃんコロコロ習い事変えてたからよく覚えてないや。学校は違うんだけど、毎週末クラブで会ってたな。剣道ってすごく汗をかくでしょ？そこにデブの小錦だからもうとんでもなく汗臭くて、あいつが近くを通るたびずーっと鼻つまんでいたわ。でもまさかそんなデブと妹の結婚って、デブ同士まさにお似合いね。は？っていうかちょっと待って、今思い出したわ。そういえば私、デブの小錦に告白されてたんだわ。え？鼻がブヒブヒ言ってて全然聞き取れなかったのよね。それでもちろん断ったら涙目で帰っちゃって、しかもそれっきりクラブもやめてたっけ。ちょっと待ってよ、嘘でしょ？前に誠さんから苦しい初恋の思い出があるって話は聞いていたけど、まさかそれがお姉ちゃんだったなんて。私が初恋だったんだ。豚のくせに高嶺の花に恋しちゃって、身の程知らずね。じゃあ、彼に嫌がらせしていたのも全部お姉ちゃんなんだね。一度だけ聞いたことがあるの。初恋の人に振られた翌日、告白したことをクラブ中に広められてすごく恥ずかしかったって。あれ全部お姉ちゃんだったんだ。人を小馬鹿にするあだ名までつけて、妹ながらに恥ずかしいよ。の男子があいつの告白のモネモネしますとかやってたら、小錦はブイブイ泣いちゃって、しばらくは泣き虫小錦って呼ばれてたわね。子供の頃とはいえ最低だよ。誠さん、あの頃の思い出がすごくトラウマだって言ってたんだよ。だから女性とも全然付き合うことができなかったって、そんなトラウマを作ったのが自分のお姉ちゃんだったなんて悲しいよ。それでようやく付き合えたのがデブのあんたってわけ？ウケる！同族同士で慰め合ってるだけじゃない！はぁ？でも、ミカと結婚ってことは、あの小錦は私の義理の弟か。美人モデルの義理の弟が小錦とかって最悪なんですけど。こっちも最悪だよ。あんたみたいな人が、実は姉でね。誠さんにも申し訳ないわ。はぁ？自慢の姉の間違いでしょ？デブのあんたたちと違って、私は細くて美しいモデル体型なのよ。雑誌やイベントにも引っ張りだこの超人気モデルなんだから。はいはい。地元では人気のご当地モデルだよね。はぁ？全国雑誌も呼ばれたことあるし、何年前の話なのよ。最近はめっきり呼ばれないじゃない。うるさい！デブのくせに女子どんな！あんたは一度も呼ばれたことないくせに。そうだね。私はお姉ちゃんと違って綺麗じゃないし、モデルとは程遠い人生だよ。
でもだからってお姉ちゃんにバカにされていいわけじゃないからね。私の夫になってくれた誠さんだってそうだよ。もうこれ以上笑い物にしないでくれる？はぁ？デブとデブがくっついたのよ。こんなの笑う以外に何があるのよ。もしかして小錦のやつ、私のことが忘れられなくてあんたと結婚したの？ほんと私ってとことん罪な女ね。そんなわけないでしょ。自意識過剰もいい加減にしなよ。そんなに怒っちゃって、私の代わり扱いされてるからって逆切れしないでよ。はぁ？でもあんたも惨めなものね。私の代わりにそれるわ。相手はデブの小錦だわ。あんなブサイクでデブの部男と結婚だなんて同じ女としてありえない。私に振られたから妹と結婚ってキモすぎるでしょ。彼は今モデルなんだけど。え？それにお姉ちゃんに振られたから私と結婚したわけでもないから、誠さんもまさかお姉ちゃんがあの時の初恋の人だって知って驚いてるよ。そんなの何も知らなかったって。こんな偶然あるんだって隣で目をまん丸にしているよ。ちょっと待って。あんたさっきモデルって言った？あのデブの小錦はモデルですって？うん、モデルだよ。今の彼はあの頃のお姉ちゃんにバカにされて泣いてた彼とは違うの。今お姉ちゃんと同じように人に見られるような仕事をしてる素敵な人だよ。最近じゃ雑誌からも声がかかってるくらいなんだから。はぁ、あいつがモデルってありえないから。どうせデブ向け雑誌のモデルでしょ。よかったわね、デブに優しい時代になって。彼は体も鍛えていて体脂肪率なんて一桁台に突入したよ。え、誠さんがコニーって言えばお姉ちゃんもわかるって言ってるけど、どう？ピンときた？待って、嘘でしょ。え、嘘でしょ。コニーって最近 SNS で話題のモデルじゃない。ジムの人気インストラクターから火がついて今メディアやら雑誌に引っ張りだこなのよ。モデル事務所なんか今こぞって取得合戦に出てるって噂の。誠さんってそんなに注目されてたんだ。基本的にお互いの仕事にはノータッチだから知らなかったよ。モデルを始めたのと雑誌に載ってるのぐらいは聞いてるけどね。嘘よ、こんなの。だってあの時の小錦がそんなモデルになってたなんて。小錦のあだ名が悔しかったから、仕事場やモデル業じゃコニーって名乗ってるんだって。だからあの時の辛い思い出も今では感謝してるよって言ってるよ。あの小錦デブがそんなモデルだなんて。でもじゃあなんであんたみたいなデブが結婚できるのよ。なぜだ、モデルにスカウトされるくらいのイケメンなのよ。まるデブのあんたには手の届かないような人じゃない。私たちはジムがきっかけで出会ったの。彼のおかげで私もスルスル痩せていってね。今じゃ私だって体重は40キロ台だよ。はあ、あんたそんなに痩せてたの？あ、もちろん筋肉だってちゃんとついてるからね。ジムきっかけで交際するようになって昨日入籍したってわけ。どう？これで納得した？納得っていうか、そんな、こんなの何人と信じられないわ。だよね。お姉ちゃん何かと仕事が忙しいとか言って実家に帰ってこないもんね。私が痩せたのも知らなかっただろうし、こんなの急に言われても信じられないよね。そうよ、こんなの絶対に嘘に決まっているわ。私は絶対信じないんだから。どうせ全部の幻想よ。じゃあ今度私たちのウェディングフォトを送るね。挙式には興味ないけど写真だけは撮るつもりなの。今二人とも全力で体を仕上げているから待っててね。ちょっとミカ、あんた今すぐ誠コート離婚しなさい。え？彼が本当にモデルだったなんて、さらに体も絞っててすごいイケメンになっていたじゃないの。今の彼なら私にふさわしいわ。だからもらってあげるからよこしなさい。ちょっとお姉ちゃん、ふざけたこと言わないでよ。何言ってるの？私は本気よ。今あんたも痩せたかもしれないけど、モデルにはモデルなんだよ。それに彼だって初恋の人と結ばれる方が幸せに決まっているわ。彼は私のことが好きなんだから、とっととよこしなさいよ。誠さんがお姉ちゃんのことを好きだったのは小学校時代の話でしょ。今私のことを好きって言ってくれてるし、誰がお姉ちゃんなんかに誠さんを渡すもんですか。さすが元デブ、男心がわからないなんてダメな女ね。はぁ？男ってもない一生初恋のことは忘れられないものなのよ。つまり彼はずっと私に恋していたはずなの。彼だって初恋の人と結ばれる方が幸せに決まっているわ。さっさとあんたの旦那を姉に譲りなさい。整形ブスはお断りだね。え？見てられなくてスマホを借りたよ。久しぶりだね、あやさん。え、もしかして誠くん？私と話をしたくてスマホを奪ってきたのね。そうだね。
もうこれ以上バカな話を聞くのは耐えられなくてさ、それで最後の話をしに来たよ。え？実は僕の所属してるジムが入ってるビル、上に美容整形外科があって、そこに足しげく通う君をよく見てるよ。随分と熱心に施術しに来てるよね。誠くんのいるジムってあのビルの中だったの？美容整形は本人の自由だし、別に悪だとも思わないけど、整形を隠して天然ですって嘘をつくのは違うと思うな。特にモデルのオーディションなんかはね。メディアに取り上げられて雑誌に呼ばれるようになって、ここ最近はいろんな撮影場所にお邪魔させてもらっているんだけど、そこでたまたま見ちゃったんだよね、あやさんがオーディションを受けてるところ。オーディション？待って待って待って、それっていつの？先月だったから、確か年末年始あたりのイベントのオーディションだった気がするな。どこかのブランドがイベントするみたいで、そのオーディションだったと思うけど。え、あれ見てたの？換気のためにってドアが開けっぱなしだったからね。しかもあやさんは整形なんて一つもしていませんってものすごい大声でアピールしてたし、整形を隠したい気持ちも理解はできるけど、さすがに仕事上で嘘をつくのはいけないんじゃないかな。お願い、このことは黙ってて。え？その整形のことは家族にも友達にもみんなに秘密なの。だからお願い、このことはみんなに秘密にして。じゃあミコちゃんも知らないんだ。そうね、全く知らないはずよ。だからお願い、私たちは昔から美人なモデルの姉とデブの妹ってことにやってきたのよ。なのにあいつはダイエット成功して痩せちゃったし、そんな時に私の整形がバレたら今までの関係が崩れちゃうわ。すでに姉妹仲は崩れてるようなものだと思うけど。とにかく整形のことは言わないで。あとオーディションに落ちたこともね、私実家には仕事ってことで言ってあるの。何のプライドと戦ってるのか謎だけど、それだけ僕にお願いがあるなら、僕のしてほしいことわかるよね。私をお嫁さんにしたいってこと？すぐに隣にミカちゃんがいるんだよね。整形も仕事がなくて、年末は実家に帰れそうなことも伝えてくるね。ああ、すいませんでした。調子に乗ってすいませんでした。もう二度と結婚してくれるなんて言いません。妹のミカをこれからもよろしくお願いします。こちらこそ、これからはミカちゃんの夫としてよろしくお願いします。それじゃあスマホはもう彼女に返すから、これ以上困らせないであげてほしいな。わかりました。最後にお願いがあるって言いますか。一度私と二人でご飯でも行きませんか。きっと妹のミカにも楽しい時間を過ごせると思うんです。整形では頭も一緒に手術したのかな。ひたすらバカにされ続けてきた人と二人でご飯に行くなんて、俺がどんな気持ちになるか想像つかないんだね。やっぱり全てをご家族の皆さんに伝えるべきかな。すいませんでした。もう二度と妹にもあなたにも連絡しません。近づきません。それっきり姉から誠さん絡みの連絡が来ることはなく、姉は今も自称モデルとして活動しています。ここだけの話ですが、姉は整形がバレていないと思っているようですが、実は家族もみんな知っています。優しさだけで何も触れずにいますが、もはや整形を通り越して細胞化してきているので、家族として逆に止めた方がいいのか悩ましいところです。